エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれが葦名の秘策だというのですか？はい、飲んだものは生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そしておち水もまたその源は流飲にあるというのだな。 エマ殿、私には流飲が尊いものだととても思えぬ。